はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はアイドトープのオーディオレンズ、そしてニュートロン砲エレメンツ、この2つのお話をしていきたいと思います。皆さん、オーディオレンズというのはあまりですね、聞かないと思うんですね。アイドトープの素晴らしいソフトなんです。でも YouTube でパパッと検索したらですね、アイドトープさんの公式さんがお話ししている、もしくはゼロからカンパニーさんが説明をしている1分の動画、これぐらいしか見つけることができませんでした。そしてなんとなんと、とっても恥ずかしい、今日なんか小さくなって、声がこうだんだん小さくなりそうなほどですね、僕はオーディオレンズってちょっとお粗末じゃないっていうような動画を作ったんです。それはなぜかというと、オドン10もしくはニュートロン砲を使わないとうまく使えないわけですね。そのことをよく知らないまま前に解説動画を作ったんですよ。でもこれはですね、オドン10もしくはニュートロン砲のエレメンツを話しするんですけれども、それを使うことで思いっきり変わるわけです。では早速お話をしていきましょう。僕はずっとニュートロンとかオゾンとかを使ってきたんですけれども、最近はプラグインアライアンスの商品なんかを使ったりして、まあマイブームって言ってしまえばいいんでしょうか。アイドトープを使うことが少し少なくなってたんですね。ですからアドバンスのソフトを揃えて、ミュージックプロダクションスイーツ、これも購入してあるんですね。でも最近はちょっと使ってないというのが現実です。今回ニュートロン砲エレメンツがなんとなんとプラグインブティックさんで何かを買い物するともらえるというキャンペーンを8月やってますので、いらないなと思っててもニュートロン砲エレメンツを持っていない人、もしくは無印のニュートロン砲あまり予算はかけたくないという人はですね、プラグインブティックで何百円かの一番安いソフトを買うとですね、定価約2万円のニュートロンエレメンツが無料でもらえるんです。ぜひとも2023年8月には無料でゲットしておく方がとってもいいですよ。まあそういう経緯がありまして、これから解説をしていきます。ニュートロン砲エレメンツ、これをですね、ピアノのトラックに入れてあります。これを立ち上げます。通常の使い方、これは至って簡単ですし、YouTube なんかが上がっていますので、見ていただくだけでもすぐわかる。そんなことなんですが、まずは最初立ち上げる、もしくはこのリスキャンというのを押すと、このように待機状態になるんですね。これでピアノ演奏のトラックを鳴らします。すると分析が始まります。これだけでもとってもいい音になって、ピアノというプリセットが選ばれてですね、ピアノとして無難な音になるわけです。バイパスとニュートロン砲エレメンツが作った音と聞き比べてみましょう。まずはバイパスから入れます。こんな感じです。はっきり差がありますよね。ボリューム自身も上がった感じがします。ただしこれはちゃんとですね、ゲインステージングをしていますので、もう一度ニュートロン切りますね。そして VU メーター見ててください。0をまたぐぐらいになればいいわけですから、ちょっと鳴らしてみますね。ちゃんとしたゲインステージングができていますね。そうしましたら先ほどのような結果になるわけです。そしてこのことはニュートロン砲を使っていたらもう誰もが体験をしているはずです。でも本来の使い方としては自分の好みのピアノの音、そういう風にするのには
なかなか初心者の方はイコライザー何キロ上げたらいいの、え、コンプはどのぐらいかけたらいいの、いろいろ思うんですが、なかなか思うようにはいきませんし、このアシスタントでやれば標準的なピアノの音としてはいい音になるんですが、好みの音にすることはとっても難しいです。そこでたまには無料配布されているんですが、15,000〜16,000円するようなオーディオレンズというのがあるんです。これは無料で配られることもあるので、すぐに飛びつくというのはどうかもわかりません。本先日までも無料配布っていうのをしていましたので、次のブラックフライデー、そんな時まで一度待ってみるのもいいと思います。無料配布でもらえましたら、アイドトープのプロダクトマネージャー、これを見るとですね、このような紫色のアイコンでオーディオレンズというのが登録できるようになるわけです。これはプラグインではありません。いわゆるスタンドアロンソフトウェアなんですね。で、どう使うかというのをこれからお話しします。では、このアイドトープオーディオレンズ、これを立ち上げます。なるべく最前面になっている方がいいですので、僕は最前面で固定します。ちょっとこちらの方に行きましょう。ピアノの音を弾き比べている方のこういう YouTube 動画、こんなものを参考にさせていただく、いわゆるリファレンスということですね。これでちょっと聞いてみましょう。まずは案外高い音、それを聞いてみます。キャプチャーボタンを押しておきます。待機状態になります。ちょっと高めの音を聞かしています。ものすごく高いところを弾いている音でしたよね。ちょっとサンプルのために高い音がするピアノというリファレンスを作ってみたわけです。これをピアノ1というふうにしておきましょう。はい。このような名前で保存をします。今度はもう少し低音を弾いている低い音のピアノの音をちょっと探してみましょう。低い音見つけましたので、このピアノを弾いているところをまたキャプチャーしましょう。さっきとは違ってすごく低音の音ですよね。これをピアノ2という風にして保存します。今度はバランスのいいような音をちょっと聞いてみましょう。いい感じですね。これをキャプチャーしましょう。はい、これをピアノ3という風にしておきます。3つのリファレンスができたわけです。もう一度 DAW の方に戻ります。そうしまして、このニュートロン方を立ち上げます。もう一度今の状態でこれを聞かすことにしてみます。再生します。このようにして今のピアノの音を聞いてですね、ニュートロンがピアノとして標準的な音に作ってくれたわけです。そうしました時に、この一番下の波形みたいなアイコンがあるんですね。これを押しますと、もう連携してですね、ピアノ1、ピアノ2、ピアノ3がここに入っています。1個目は高い音でしたよね。これを選択します。すると、音がこんな風になります。はい、今度はピアノにはとっても低音で弾いてましたよね。こんな風になりました。これでやってみましょう。今度はピアノ3。ピアノ3はバランスがいい。そういう音でした。これで聞いてみましょう。もう一度1にします。
次は2。このようにディファレンスをしてくれますので、先ほどの音に近い音、完璧じゃないですけれども、それが作れるということなんです。ではバランスの良かった3番、これにして確定をしましょう。今度はどんな感じに本当に出ているかを目で見てみましょう。ここにアナライザーを入れていますので、これで聞いてみます。ちょっと5キロ以上の高音がほぼない状態です。そして低音の方にも注目しましょう。ちょっと低音のふくよかさというのが足りない気がします。ではこれをファブフィルターのプロ Q3 で直してみましょう。まずはフラットから。低音上げます。はい、今ポーズしました。ポーズというのは止めるという意味ですね。これを見ても分かりますように、左のファブフィルターを見てください。ちょっとやりすぎというほどのイコライザーカーブになっています。でも右のアナライザーを見ていただいたら分かる通り、まだこれでも高音とかは出足りないというか、いわゆる世間でいうドンシャリというのにしていますけれども、ここまでやってもですね、アナライザーの結果というのはそんなにおかしくないですので、皆さんの耳にもこれはひどいなというような音にはならなかったと思います。このようにオーディオレンズを使ってディファレンスをちゃんとやって、そしてアナライザーを見てイコライザーをいじれば、手っ取り早くいい音にできるということが分かったと思います。ディファレンスというのは、今やりましたのはピアノの音を近づけようということですけれども、オドンやニュートロンを使うとマスタートラックにもできます。これ僕のオリジナルソングなんですけれども、これがうまくできているかどうかは別としまして、この音とよく似た感じの音を作りたいというふうになった場合ですね、これをリファレンスしてみることにします。キャプチャーボタンを押します。そして再生をします。誰が聞いてくれるのだろう、そんな一人の遠くに綴り、なんでなんでなんで。はい、このようにリファレンスができました。名前を村長としておきましょう。そして保存をします。リファレンスができましたので、今度はマスタートラックに入れてみます。このニュートロンエレメンツをマスターに入れます。これで音を鳴らしながら聞いてみます。まずはニュートロンにキャプチャーをさせます。どうして僕らの笑顔って似てるの不思議だから並んでみよう。今勝手にですね、ギターというような判断をして自動的に作ったわけですね。
これをオーディオレンズのデータを使いましょう。そうしましたら、ここに村長というのがあります。これを選びます。まずはバイパスの音を聞いてください。どうして僕らの笑顔って似てるの不思議。次はこのニュートロンを入れた音です。はい、こんな感じになったわけです。今ちょっと聞くとハイが足りないなという感じがしましたので、そしてもう少しパンチがあった方がこの曲にはいいと思いました。先ほどの僕のオリジナル四分音符はバラードのようにゆったりした曲でしたので、あれはあれで良かったのかもしれませんけれども、この曲にはもう少しハイが出た方がいいと思いますので、ニュートロンだけで音を作ってみます。どうして僕らの笑顔って似てるの不思議だから、並んでみよう、もっと笑ってみよう。どうして僕らの笑顔って似てるの不思議だから、並んでみよう、もっと笑ってみよう。はい、こんな感じですが、ちょっとステレオ感がないですので、もう少しステレオ感を上げてみましょう。僕らの笑顔って似てるの不思議だから、並んでみよう、もこんな感じで、まあミックスとしてはいいんですけれども、あとはちょっとマスタリングとしてなんとなく物足りない部分がありますので、最後に仕上げをしてみましょう。聞きながら合わせていきます。どうして僕らの笑顔って似てるの不思議だから、並んでみよう、もっと笑ってみよう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 。どうして僕らの はい、ちょっと急ぎながらやってるので完璧ではありませんけれども、このように音圧を上げていくとですね、なんとなく迫力も出てきて聞けるようになってきたかもわかりません。このようにですね、今日はオーディオレンズという無料配布などもたまにはやってくれる便利なスタンドアロンソフト、これでリファレンスを作ってですね、それをニュートロンやオゾンに適用していく。オゾンの場合だったらマキシマイダーとかイコライザーとかステレオイメージャー、それらをですね全部それに合わせてうまくよく似通ったようになるように作ってくれるわけです。ぜひともオーディオレンズとアイドトープ商品をうまく組み合わせて、手早くそして綺麗なミックスができるように使い方をしてみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。